さくらさんはどうなんですか、バテず嫌いなの？いや、全然なんもないです私はあれですね、仲良くしようやタイプです、うん、多分、それは一緒かもしれない。あ、仲良くっていうかな、仲良くっていうか、まあちょっとまあそう、もうちゃんと大人として、まあちょっと荒波立てずに一緒にやろうやぐらい、そう、そうです、そうです、そんな感じです。りょうすけくん、なんか聞きたいことある？聞きたいこと？あ、ちょっといいよ、ガシガシって。もうどうぞ。なんかもうどうぞ。なんか結構ドラマとかも出てるしね。まあエキストラですけど。はい、すごい。セリフってどうやって覚えてるんですか？僕の場合だと、自分の出てるセリフは、自分の出てる以外のセリフのところも全部覚えるようにしてます。すごい。なぜ、まあこれは自分の話なんですけど、もう自分だけのセリフだと、自分しか覚えてなくて、相手がどんなことがあって、そういうことが、そのセリフがあっていうことを何つうんだろう、あ、そう、流れ、流れとかそういうので、よくやっぱ自分だけのセリフ言っちゃうと、もうごちゃつくところがあったりするんですよ、やっぱ僕、まあ僕の場合ですけど、他の人もまあどうか分かりませんけど、そういうトラブルなくすんだったら、それだったらもう全部覚えた方が早いなって全部覚えて、あのさ、でも舞台ってさ、それで全部覚えるじゃん。覚えます。でもさ、なんかこう歴の長いさ、はい、俳優さんとか途中でさ、アドリブとかカッとか言ってこない？あ、まだ それには出会ってはないですけど、でも確かにちょっと、あ、この感じやけにちょっと長いなっていうところはあって、フレがなくてアドリブとかでガッて入れられた時に次のセリフ出てこなくなんない？あー、でも今そういうのはあってはないですけど、でももしかしたら、あ、ね、あわわわはなるかもしれないです。だよね。あの、店長みたいな人がいると、はい、途中で、あの、なんかちゃちゃ入れてくるよ。そういう時に、あわわわわってなるから、はい、そうだね、それ。リアルなダメだし。はい、なんか、アドリブ、はい、入れてくるじゃないですか。うん、それってもうずっとアドリブのままいっちゃうんですか？ね、それでもどっかで巻き返しみたいな。うん、途中で絶対、修正しなきゃって思う人が絶対いるので、それでそこで戻っていこうとするはず、基本は。でないと、あの、先どんどん分かんない方向に行っちゃうから。そうですね。特に基本的なストーリーは全部決まってるから、アドリブって言ってもね、基本的には成り立つような。本当に、森田さんの番組とか、そうですね。森田さんはセリフ全く覚えないの？ひどい。え、マジっすか、うん、え、これマジっすか、うん、そうですよ。どっちを信じて、覚える時間を取っても覚えないかな。これはどっちの、俺、森田の時にテイク20ぐらいやったよ。マジ、それはマジっすか。あ、ごめんどうぞどうぞって。結構、まあ、複雑多いんですか、20まで。だって NG 20回連チャンやってる。その間だって他のキャストさんとかも全部待たないといけないですから、うん、だから、だからでも本当に覚えきれない方もいらっしゃいますもんね。覚えないっていうか、なんとか言っても、あーってなんか、これはほら、チェックがダメ出しじゃないですよ、これは愛ですよ。まあそうですね、ダメ、まあ僕もそれも分かってるんで、ちゃんとそのダメ出しっていうか、まあ愛、もうそれは分かってるんで大丈夫です。まあ、あの、そこはどんどんね、あの、今度、あの、東監督がね、はい、ちゃんと注入してくれるよ。はい、愛なのか闘魂なのか。はい、大丈夫です。監督は愛です、ね、監督も本当に、社長も愛です。そしてスタッフの方も愛です。だといいですよね。はい、だといいです。だといいですじゃない、それです。そうですよ。悪いですよ本当に。え、音花さんは暗記力はどうなんですか？私は一瞬ですね。あ、もう一瞬で覚える。すぐ覚えてすぐ消えます。あー、なるほど。そういうタイプ、はい、そういうタイプです。そういうの、だからあの、 iPhone に例えると、はい、コピーして、あの、ペーストするじゃないですか。あ、コピーでよかった。で、次のコピーするじゃないですか、はい、その前のコピーなってるんですよ。え、言いたいことは誰だ。まあちょっと、パソコンとかも、まあ、でも、もしこう台本とかバーッと全部覚えてって言われたらいけそう。ちょっと
時間欲しいかもしれない。まあそうだよね、やっぱり時間は。そんな中には本当に6行ぐらいの長ゼリをもう3日かそれぐらいで覚えた人もいるから、そういう俳優さんで。6行ぐらいの長ゼリフって3日ぐらい、もう3日っていうか、まあそのシーンが決まって3日か1日、あ1日か1日ぐらいが全部、はい、6行ってやっぱ覚えられる。結構やっぱり結構長い。それぐらい。でもね、覚えられないよ。俺見てて思うもん、すごいなーって。すごいですよ。でも一回ほんととある舞台で1ページ半の長ゼリとかありました。覚えた。覚えました。すごい。本当に。よしき君でも書き出すって言ってました。僕そうです。あの現場でその印刷ができないところがあったり、そのデータがによって印刷ができない。印刷できないから書き出してるだけですか。書きだからそれも書いて覚えるみたいなことじゃなくて、書いて覚えるのもありますし、やっぱり書くことによってやっぱりちょっとと書きとか、そう要はそのこのシーンではこういうことがあるよっていう説明とかあるじゃないですか。それでもう本当それを飛ばしてしまう、やっぱ紙だとまあ読みはするんですけど、やっぱり飛ばしがちになってしまうんで、だから本当詰まった時とかそういう時はちょっと書いていたりとかしてました。全部。あれもうじき舞台なんだっけ。あ、舞台やります。いつ。10月の10日から16日です。10月10日、まだちょっと日程とかまだもろもろは決まってないですけど、まだ稽古入ってないの。あ、9月からです。9月の中旬。まあ頭です。9月、もともとは9月にある予定だったんですけど、ちょっと諸事情で延期になった。ああ、さくらさんは舞台とかはやりたいですか。機会があったらやりたいです。ああ、いろいろあるよ。でもなんかすごい賢そうなイメージ、なんかうまく器用そう。器用そうだね、まあ、だからなんかまあでも行きました、器用は器用で、でもね、器用は器用で大変なところはありますよ。潰しに入りましたね。潰しじゃないよ、潰しじゃない。だからよくあるだから、ヨシキが、ヨシキがちょっと攻めに来たね。いや、大変だからこそ、器用だからこそ大変なところがありますよ、ね。上からこう来たら、下からバスって。器用だからこそ大変なことがある。あります。絶対あります、本当に。例えば。私も聞こえない。だから、やっぱ、例えばやっぱり、上手な、綺麗、発音とかそういう、発音とか、その芝居が綺麗だと、やっぱり、間合いによるんですけど、やっぱ印象に残らないっていうところがあったりします。逆に、綺麗にやってるからもなんかあれなんかもった物足りないなって、悪いな、違う、潰してない潰し、そういうこともあるよっていうので、なんで潰す限定なんですか、本当に。そういうこともある。よくないですよ。要するに逆にあれですよね、そのだから本当にステータスがすごくバラバラ、道に沿いすぎちゃってて、はい、印象に残らない。そういうことです。だからまあ吉木君みたいにこう蛇行運転みたいな、まあちょっとまあそういうこともあるっていう、やっぱだから本当に一つのちょっとイメージを入れた方が、はい、そうです。計算ですもんね、このキャラって。計算できるように見えます。計算できるように見えます、本当に。全然それできないですよ。計算じゃないですよ。カメラ止まった瞬間パッと変わりますわね、よし。どうなんですかね。これはもう本当にその瞬間じゃないですか、ね。本当にね。あ、瞬間。作者さんやられる前に潰しに行こう。もう本当に、なんでデスマッチ形式なの。デスマッチじゃん。怖いよ、本当に。そんなことないですよ、本当に。優しいですよ、僕は本当に。仲良くしてください、ね。はい、仲良く。大丈夫だよ、本当に。そんな